桜島探しとったんやけど、今桜島におるん。え、なんかちょっと汚めなんやけど。乗りまっせー、出港。じゃじゃーん、熊本県に入りました。馬刺しってあります？いやいや、この感じがいい。はい、皆さんこんにちは、Kです。現在朝の8時半でございます。今日は熊本県の天草を通って長崎に上陸したいと思います。前回の動画に引き続き九州一周軽バン女子一人旅を指導しております。今日はデイ5だったっけ。4、5、6、7、今日何日、そうや、18やから5日目に入りました。めちゃくちゃ早い毎日が。でさ、昨日さ、実は、そう、馬刺しをホテルで切って食べて最高に美味しくて、あと心残りなんがからしれんこん食べたことなくて、私どうしてもからしれんこん食べたいので、天草に行く途中に愛の天草村っていう道の駅的なのがあるので、そこにからしれんこんが売っとるらしい。おー、海、右側ずっと海でさ、遠くにもう長崎見えるんやけど。からしれんこん食べて天草ロードを通りフェリーで長崎県に入りたいと思います。あれ、降ってきた。朝晴れとったのに。右方向です。続いて目的地は左側です。なんかおる。え、怖っ。目的地は左側です。お疲れ様でした。え、天草四郎、天草島原の乱の総大将やったんや。え、なんかアニメ感がすごい。アマビエ、アマビエさん、世界疫病退散。まだ朝ごはん食べてなくてさ、ありました。あー、からしれんこんあった。こんにちは。からしれんこんって大きさこれだけですか？あ、大きいのもありますよ。あ、小さいのでいいんですよ。1、2枚とかないですもんね。1枚でも2枚でもいいです。あ、いいですか。じゃあ1枚お願いします。からしれんこん、本日第1食目。100円やった。うわー、念願のからしれんこんや。いただきます。うわ、うまっ。めっちゃ入ってるやん、からし。想像の3倍辛かった。着いたよ。うわ、え、綺麗。これもうちょっと前、めっちゃ綺麗な建物。はい、暑っ。晴れた。ここ、天草のリゾーナテラス到着しました。晴れたよ。もうそれだけがめちゃくちゃ嬉しい。ちょっと早く行かんと、塩パンが、9時からなんで、今日土曜日やし、ちょっと早めに行って買いたいと思います。海外みたい。めっちゃ綺麗なんやけど、ここ塩パン、塩パン、あ、これや、塩パン、これ。めっちゃバターのいい匂い、これや。
ごい、めちゃくちゃ綺麗で、いろんなお土産もあるんやけど、一番気になったんこれ。ちょっと天草出身やったんや。もう大好き。いやこれはドライブの途中にちょうどいいな。かわいい。塩パンとアイスコーヒーゲットして、見てください、めちゃくちゃいい席じゃない。人全然おらん。なんか前にもうクルージングもできるんや。そうかい、パリッパリ、ほのかにこの塩気が感じられる。あともう一個キャラメルも買いました。歴代塩パン以上ダントツ1位、並ぶ理由が分かる。でキャラメルも絶対食べてほしい。キャラメル全然甘ったるくなくて、なんかクリーム状になっとって、ちょっとこの初辛い塩パンとすごい合う。で今から倉岳神社っていう神社があって、そこは丘の上に鳥居があって、もうそこからの天草の海が最強に絶景らしいので、そこに向かいたいと思います。でそこから、かかしの里みたいな道の駅があって、なんか面白いかかしさんがたくさんおるらしいので、そこでかかしと戯れて、そして、なんか椿公園、なんかラピュタの世界観みたいな、すごい根を生やした木があるところがあって、そこに向かって、でフェリー、どこやったっけ、鬼ヶ池ってとこからフェリーが長崎に向かって出てるので、そこ時間があって、多分2時ぐらいには行けるかな、2時ぐらいには渡りたい。長崎着いたらそっから2時間かかる。楽しんで、天草ロード行きたいと思います。めっちゃ気持ちいい。晴れってこんな気分になるんかっていうぐらい。ちょっと待って、すんごい道 Google マップさん上がらそうとしとるけどこれ行ける？多分この山の上を登っていくってこと。まあもう晴れたしいいよ、もうどんな道でも行くよ。あと24分、ひたすら上がるだけ。24分、 7km 道なりです。大好きこういう道、めちゃくちゃ癒されるんやけど、なんかこのおばあちゃん家に向かってます感が最高。ずっと上がっとんやけどさ、うわちょっと待って、いや180度、うわ絶対対向車こんといて、マジで。やっぱ台風で道がなんか枝とかめちゃくちゃ落ちとるな、荒れとるわ。だいぶすんごい上がってきた。途中ちょっと怖すぎて、これ帰りもう一回行くならなあかんと思ったら引き返そうかなって考えたぐらい、結構やばい道を上がってきたんやけど、ちょいちょいさ山の下が見えちゃうんよ。ちょっと見えんようにしとんやけど、多分やばいわこれ。まさかの長崎県民1台おった。着いた倉岳神社、お邪魔します。お賽銭とかないんかな。到着した。うわこれはやばい、独り占めや。あうわめちゃくちゃ綺麗。ちょっと待って、それでさあ、うわ、浜ビエ様、浜ビエ様、
ちょっと待って。ここの一押しスポットが、鳥居が断崖絶壁にあるんよな。あった。うわぁ、見て、すごい。え、やば。綺麗。すっごい上がったな。倉岳神社様、ちょっとお参りしたいと思います。で、ここのさ、倉岳神社の祠の隣に石碑があって、5年前に、4月14日16日震度7の熊本地震、熊本大地震が熊本県を襲って、でその時にこの鳥居は大丈夫やったんやって。奇跡的に、あんな大地震やのに。でもここの祠が被災して傾いて、すごい悲惨な状態やったんやって。でそこでこの葉山さんという方が基礎から修復されて、倉岳のこの下の地区、民家がすごいいっぱいあるんやけど、なんか大きな被害はなかったんやって。でそれはやっぱり倉岳山頂の神様のご加護があったから、ちょっと感謝しましょうみたいな。ここに祠の隣に石碑がある。あー、そうやよな、震度7、すごい。この熊本の天草を上から見守っとる感じが、本当に神様っていう感じで、いやー、なんかすごいとこに来れてよかった。頑張って上がってきて、馬鼻江様に、コロナ収束を祈願しまして。でさ、この馬鼻江さんって誰なんて思ってて、なんかアニメのキャラクターなんかなって一瞬思ったんよ。そんなわけはなくて、妖怪なんやって、馬鼻江様。で、こう江戸時代後期に、熊本の海に夜な夜な光る半魚人、馬鼻江様が現れて、これから6年間は豊作やけど、病気が流行る。でも、この私の姿を映して人に見せると、病気から逃れることができるから、映して人に見せなさいって言って、消えてたんやって、海に。コロナを封じるために、なんかこれ、アマビエ様が流行っとるらしいよ。ハッシュタグ、アマビエチャレンジがバズってるらしい。これガイドブック載っとるんかな？なんかいい意味で、有名になってほしくないみたいにみんな書いてて、ちょっと結構危険なんで、もうゆっくりゆっくり上がってってほしい、もし行くなら。かかしの里、道の駅に行きます。うわ、なんか天草こんな広いと思ってなかった。こっから41キロで、1時間13分かかる。12時45分着か。フェリー絶対この20は間に合わんな。またあの、ぐねぐね道を下っていくんか。うわ、ちょっと待って、降りる時も絶景なんやけど。さっき一人ジープのおじさまも来て、であとご夫婦の方も来て、結構これ知る人ぞ知るパワースポットなんやな。おっちゃん通らして、いける？おっちゃん、え、ここ、お疲れ様でした。え、なんかあっち側に行きたかったんやけど。はい、Google マップさん、ちょっと嘘つかれたので、別の道から入り直しました。はぁ、かかし何体おる一体。宮地竹小学校やったんかな。かかしの里道の駅到着しました。っていうかさ、遠目でめっちゃ人おるやんと思ったら全部かかしやったわ。やば、面白い。校舎になっとる、怖っ。ここでお昼ご飯食べようかなと思います。食堂もあって、なんかお母さんたちがやられとって、でこっちにはお土産とかご当地もののなんかいろいろ浮いてるな、物産館みたいな。でさ、ちょっとめっちゃ気になったんやけど、
学校給食あるんや。ただあいにく平日だけやった。食べたかった。この4席だけさ、めっちゃ懐かしい。小学校の席で食べれる。ここで給食食べたかった。でこれが、ハイヤ節唐揚げ。カツオ以外で作った魚のなんか何サバとかイワシとかの削り節を衣に混ぜて揚げた唐揚げらしい。いただきます。だしの香り、魚の香りがする。おいしい。和風唐揚げって感じ。ごちそうさまでした。おいしかった。2階がかかし展示室なんやって。いや、いやお邪魔します。3年生、怖い。ちょっとなんかリアルなんよな、この影とかが。いやー、どういう状況これ。怖っ。すごい。授業中らしい。おじさん混ざっとるけど大丈夫？めっちゃリアル。ちょっとやばい、計画変更やわ。かかしさんと戯れすぎて時間が、よくよく考えたら長崎行くフェリーもう1時間かかって、そっから長崎のホテルまで2時間かかるから夜になっちゃうから、しかもフェリーの時間があるんよ一応。逆算したら2時45分乗らなあかん。今1時25分ので、もう天草から離れようと思います。鬼ヶ池港フェリーターミナル、こっから37分。すごいわ、天草見どころいっぱいあった。おー、こんなとこなんや。左方向です。続いて目的地は右側です。に変えた、車検証がいったんやけど、4メートル未満なんで、2330円と人込みで、で乗船券を、もう車並べて持ってフェリーが来たら乗るっていう感じ。簡単やな意外に。ではもう3台目か、フェリーにエブリーちゃん乗船した。もう慣れたもんやね。はい、乗船。フェリー30分弱ぐらいかな、すぐ着いた。長崎県、うわ初長崎県上陸いたしました。でもこっからそう、道民院長崎の中華街のところにあるんやけど、1時間35分かかります。トータル何時間なんやろ。 5時間ぐらいはトータル運転するんかな。とりあえずカフェラで飲みたいんで、ファミマ寄ってから高速に乗りたいと思います。いい天気。ということで、無事今日は熊本市内から天草渡ってフェリー乗して長崎県に入り、長崎市内に到着しました。もうだ5軒目か、九州5軒目。早いな。今からちょっと運転疲れたんで、ここ道民院は天然温泉があるんで、ちょっとゆっくりしてお酒飲めたら、長崎の市内散策しながら、美味しいもの食べて飲んできます。次回の動画に続きます。エブリーちゃんの詳しいカスタムの詳細とか、
あとオリジナルブランドの URL も概要欄に記載してますのでチェックお願いします。では最後まで見てくれてありがとう。バイバーイ。ここの名物が一口餃子。私が食べてきた皿うどんと違うわ。断トツ1位ないけど。